はい、お疲れ様でした。よう釣れたね。よう釣れましたね。やっぱり足釣りやね。朝どんなになることかと思ったんですけどね。本当ね、朝はね、海の状態がね、ナッパ状、本当にね、バスクリみたいな色になってね、どうなるかと思ったけど、やっぱりこう日中になってね、そうですね、ちょっとこう潮が変わったりいろいろしたけど、水色も変わって、水温が上がってね、あの魚の活性が来たら、もう本当に二ヒロ以内やね。そうですね、あんまりね、深すぎたら今度逆に反応がなかったり、そう、深すぎたら今度ね、三の字とかね、違う魚になって ね、けどまたそれも楽しいと、いろんな魚釣れますからね。そう、いろんな魚釣れるしね、本当数釣りできるしね、まあいろんな魚にね、練習もできる。そしてね、やっぱ何よりね、一日ね、もう竿も上がってね、お弁当を食べてゆっくりできるね、ロケーションの素晴らしい場所なのでね、ぜひ来てもらいたいね、みたいな ね、はい、まあ東伊豆は本当に数釣りができる、そうやね、これからね、どんどん始める人たちにぜひ来てもらってね、いっぱい釣ってもらいたいです、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。先輩をいたわれよ。先輩いつもいたわるじゃないですか。ほんまかね。っていうことなんですけど、はい、まあ今日はね、これで2人帰りますんで、またよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。